ヨーゼフ・フォン・ズイスコビッツ伯爵少将の肖像画。ドームシュタットルの戦いは、7年戦争中の1758年6月30日、現在のドマショフナとビストリツィ付近で正規した戦闘である。オーストリア軍は大規模なプロイセン軍護送部隊の護衛を打ち破り、護送部隊の壊滅と荷車のダッシュに成功した。数々の襲撃のほとんどは、 戦闘体系を整えて行われたものではなく、待ち伏せからのゲリラ戦の形で完工されている。その結果、プロイセン国王フリードリヒ2世は、オルミュッツ行為戦の中断を余儀なくされた。フリードリヒ2世は、モラビアの戦略的に重要な要塞都市オルミュッツを、行為していた。この町を攻略すれば、プラハ・トウィーンへの道が開かれるところであった。しかし、プロイセン軍は、 支配地域からの補給物資を必要としていた。オーストリア側ではダウン元水がプロイセン軍のこの弱点に気づきシュレーズイエンからの補給を阻もうと努力する。トロッパウにはプロイセン軍の大規模な輸送部隊が集結していた。それを構成していたのは数千台もの荷車である。一部ではその数は四千台に上るとされる。ラウドン少将は この輸送部隊を待ち伏せするよう命じられた。同様の命令が7000名を要するズイスコビッツ、少々の軍団にも下る。この行動はさらにもう一つの軍団から援護された。ダウン元帥はこの軌道によってフリードリヒ二世の注意を引きつけ、自軍が海戦の機会を探っているものと信じ込ませようとしたのである。この疑惑は成功し、フリードリヒ2世は輸送部隊の護衛に、 強力な戦力を裂かなかった。ラウドンの進軍は、プロイセン側も察知していたので、ハンス・ヨアヒムフォンツイーテン中将率いる5000名その他の軍団がトロッパウに派遣された。輸送部隊は6月26日、トロッパウを出発した。この部隊には、フリードリ・ヒビル・ヘルムフォン・デア・モーゼル大佐率いる有力な護衛がついていた。翌日、彼は隊列を、 再び集結させるべく停止しなくてはいけなかった。この日、ラウドン少将はシュテルンベルクに到着し、輸送部隊とフリードリヒ2世との連絡が立たれるほど、うまくその一帯に不尽する。ラウドン少将は、これを受けて、フリードリヒ2世がオルミュッツから優勢な軍団を、支援のため派遣するだろうと予測せざるを得ず、6月28日に、グンダースドルフへ進軍し、 そこで高地を占領した。そして輸送部隊が近づいてくると、まだ劣勢であったにもかかわらず攻撃を決意する。プロイセン軍は防戦をもって、これに応じ、大砲を使用するためいくつかの給料を占領した。損害の大きかった。この戦いは5時間ほど続く。その際、オーストリア軍のフザールは100台の荷車を破壊した。ラウドンは、 追い中将から背後を突かれる恐れがあったので兵を退いた。この襲撃は特に魚者の間に著しい混乱を巻き起こした。追い中将は指揮下の部隊と共に輸送部隊と合流しても秩序の回復に丸一日をかけねばならなかったのである。この遅れによってズイスコビッツ少将はアルトリーヴとドームシュタットルの中間に到達し、 ラウドン少将とその後の策を協議することができた。6月30日、護送部隊は移動を開始する。そして一時的に4 0トルほどの隊列に伸びる。騎兵隊は右側から、不評隊は左側からこれを護衛していた。ヤブに隠れたオーストリア軍は前衛と100台ほどの荷車をやり過ごす。その後、ズイスコビッツ少将は荷車を、 左側から襲撃した。砲弾が戦闘の荷車の馬を殺傷したので輸送部隊の全体が停止に追い込まれる。追天中将は荷車でエンジンを組ませた。そこで不評三個大隊と大砲六門が守備につく。そして兵の一部を引き、オーストリア軍に攻めかかるといくつかの部隊を撃退した。しかし、オーストリアのフザールによって、 再び荷車上塞の中へ押し戻される。今やラウドン少将も右側から攻め寄せていた。彼は弾薬を積んだ荷車をいくつも爆破し、輸送部隊の全体を大混乱に陥れる。その結果、輸送部隊は二つの集団に分裂した。プロイセン軍の一部は荷車を守ろうとした。しかし、追転中将と指揮下の部隊の大部分は遮断され、来園することができなかった。 そして、トロッパウへの撤退を強いられている。およそ250台の荷車がひとまず難を逃れたが、後に、再び襲撃を受けた。その際に50台が失われるので、オルミュッツに到着したのは200台に過ぎなかった。オーストリア側の手に落ちた荷車は、合計1200台に上る。残りは破壊された。その他、プットカーマー少々が650名と共に捕虜となっている。 この襲撃の成功によって、オルミュッツのプロイセン軍は補給不足に見舞われた。そのため、フリードリヒ二世は行為を断念するしかなかった。こうして、敵国の中核地帯への進撃は不可能になったのである。この戦いを記念して100周年にあたる1858年、多くの書籍が発行されたほか、ドームシュタトルでは記念碑の除幕式が取り行われた。 ABCD 兵力と損害は資料によって異なる。ここでは、ガストン・ボターとミリター・ヒスターシャス・クリックス・レキシーコン・ウィーン 1908P225 による、ありがとうございます。